のコーナーでございます。さあここからは武田恒康さんが日本人なら知っておくべき、押さえておくべき本当の日本の歴史につきましてね、テーマを絞っていただきまして学んでいきましょうということで、はい、では武田塾長、はい、今回はどちらの時代に注目しましょう。今日の時代はこちらです。はい、ドン、はい、戦国時代。戦国時代、まあ、戦国時代特に一番最後ですね、戦国時代が終わるところをですね、ちょっと今日は覗いてみたいなと思っております。限りに限ってる時代ということでね、はい、でちょっとまあ結論見えた部分から先に出してしまいますけども、ちょっとこちらをご覧ください。どうぞ。お、織田信長は天皇の推し武将。はい、そうです。は、はい、これよくあの織田信長が実力だけで天下統一の手前まで行ったかのように言われてますけど、やっぱね、大木町天皇の推し武将だったってこれ大きいんですよね、はい、これね教科書に載ってないんですよ。でなんで、のやっぱね、天皇に関してはあんま語らないんですよね、やっぱそれぞれの時代時代で天皇のやっぱりこの成したことって大きいと思うんですけども、結構その時の為政者たちの政治史でもって綴っちゃうところがあるので、教科書はあんまり出てないんですよね。でこれなんでだと思います？なぜ天皇は織田信長を推したと思います？やっぱり器量と言いますかね、それをこう、はいはいはい、率直に認めたと言いますか。そうですね、まあ私なりの答えですけども、なぜ天皇が信長をしたか、その理由は、はい、ドン、いいやつだったから。武田さん、いやこれとても重要なんですよ。そうですか。なぜかといったら、まあ、確かに織田信長いろいろと勝ち上がっていきましたよ、はいはいはい、でも天皇というのは、特定の武将に乗っかって、その人を破れて共に滅びるものでもないし、要するに天皇にとっては誰が為政者となるかはさして問題ではないんですね、要するに為政者が天皇が理想とする、政治を行ってくれるかどうかが重大なわけでして、だからキングメーカーでもないんですよね、でもキングメーカー的側面はあるんですけども、だからもちろん織田信長が強かったからってもちろんあるんですけども、やっぱり織田信長だけの力では多分天下人手前まで行けなかったと思うんですよね、まあ、だからまあやっぱこのやっぱこいつをちょっと生かしたいなっていうね、もうここあったはずなんですよね、はい、でこれをまあもうここの天皇というのは、まあ、扇町天皇なんですけども、この方です。はい、どうぞ。はい、この方が扇町天皇です、ね、106代、はい、106代になります、ですね、はい、でこの扇町天皇と織田信長のですね、このズブズブの関係をですね、ちょっとあの年表にしましたのでちょっとご覧いただきたいですね、はいはい、こちらでございますね。はい、はい、どうぞ。そうです、この1567年という、はい、これからちょっと見ていきましょうかね、はい、織田信長に臨時、はい、これはですね、永禄10年になりますけれども、これ実はですね上洛前なんですね。あ、上洛していよいよ織田信長来るぞっていう時に天皇が乗っかったわけじゃなくって、まだこれ美濃の戦いで制した直後ぐらいなんですけども、天皇から織田信長のところにですね勅使が派遣されまして臨時が下るんですね、この臨時の内容というのが、まあ、勝っておめでとうと、美濃の戦いでね、斎藤辰興と立ってですね、まあ、勝っておめでとうということと同時にですね、ここでもうねかなり具体的に出てるんですよ。金利五両、つまり朝廷の収入を回復させなさいと、それから宮廷費を足りないから献上しなさいと言ってるわけですね。あ、仕事も具体的に、そうなんです、うん、指示を出してる、ね、だからそこまで言うってことはやっぱりお気に入り、まあいいやつだと思ったんですよ、ちょっとこいつ目をかけたら面白い。 でもあの天皇は一本足打法しないんですね。だから必ずその織田じゃないところにもちょっとね頑張れみたいなあるわけですよ。でもそれでいいんですよ、で一本乗っかってそいつが敗れたら皇室終了じゃないんで、誰でもいいんですよね、そういうわけでもない、でもやっぱり影響力あるんですよね。でそう言ってだってもうずっと戦国時代なんてもう応仁の乱の後とかもうボロボロで宮廷なんかほぼ破綻状態だったんですよ。でその時の天皇なんて内職してたんですから、直筆のね新筆で紹介って売ってこいって言って、いわばサインを売るような、ね、そうですそうですよ、
そういうふうにして宮廷のね、祭祀も削減されちゃってるわけですよね。まあ、そんな中で、織田信長に宮廷費献上せいと、要するに献上できるだけの財力もあり、でこれで宮廷費献上してきたら、おって感じになりますよね。見込んだわけですね。そうなんです、見込んだんです。やっぱちょっと、やっぱね、ただ強いだけじゃなくて何かあったんだと思うんですよね。やっぱいいやつだったってとこがやっぱ重要だと思います、はい。でそこから、まあ、織田信長と荻間四天王との関係が、はい、始まるわけなんですけども、次がここですね、1570年、これ元亀元年になります。はい、こちらですね。はい、お、はい、朝倉氏と織田氏が合戦をするんですけども、これ荻間四天王がですね、信長が勝つように必勝を祈願するんですね。具体的には内指導ところといって、現在の宮中三殿ってありますよね。天皇陛下が祭祀をなさるその宮中三殿、まあ、当時は内指ところと言ったんですけど、はい、内指ところに織田信長が勝つように祈祷させてるんですよ。これってすごい特別ですよね。まあ、歴史的に天皇がね、特定の武将の、勝利を祈願することはありましたけども、この戦国時代を通じて中立のポジションを取ったので、基本的にね、はい、久しぶりなんですね。でさらには岩清水八幡宮にも使者を派遣して崩落をして勝利を祈願させてるんですよ。で結構本気で推してますよね。でちょっと次もめくっていただきたいんですけれども、はい、朝倉氏と和睦を臨時。そうなんです。結局ここはですね、この時朝倉氏との戦いって結構織田信長劣勢に立っちゃって、はあはあ、これもう負けるだろうっていうところまで来ちゃったわけですよね。浅井長政と挟み撃ちになったりした時ですよね。そうなんです。それでいよいよまずくなった時に、大木町天皇はどうしたかといったら、祈ってるだけじゃダメだってことになって、朝倉氏と和睦をするように臨時を出すというですね、はい、まあ、というかなんでここまでしたと思います、うん、いいやつだけでここまでします？なんかやってくれた。なぜだと思います？そこまでね、肩入れというか。その答えはですね、これです。ドン。金払いがいい。そうですよ、これ大事ですね。そうですよ、これ大事ですよ。大事ですか？大事ですよ。やっぱりね、いいやつ、いいやつは入り口ではいいんですけど、いいやつだけではダメなんですよ、やっぱこれですわ。ちゃんと献金したんですよ。よく考えよう、お金は大事だよって、ね、そうです、そうです、でね、信長って本当に金払い良くて、伊勢の神宮の内宮の式年遷宮を復活させたのは信長なんですね、うん、ああ、それは大きいですね、はい、でその時に最初いくらぐらいって言われて、それじゃ足りないだろうと、いろいろと予算も膨らんでくるだろうって言って、その何倍ものお金をドーンと出すわけですよ。だから熱田神宮にもね、信長が作った塀とかも残ってますけども、結構金払いがいいんですよね。それで朝廷の儀式を復活させたりとか、親王の元服をしてあげたりとか、予算を全部出していくわけなんですよ。やっぱね、金払いってここ大切ですよね。いい人だけではやっぱダメですよ。天下人としてね、どういうものが育ってなきゃいけないかというか、大体見えてきますよね。でそこで結局、そのやっぱりいいやつだし、金払いがいいから、このままね、落ちぶれって言ったらもったいないわけですよね。そこで祈るだけじゃなくって、この丸さんのね、臨時を、まあ、臨時というのは天皇が出す命令のようなものですけども、はい、命令というか天皇がこうしなさいというふうに具体的に言うということで、和睦せいってわけですからね、はい、これは非常、もうだからここで、もし天皇がこの臨時を出していなければ、織田信長がここから先伸びていくことはもしかしたらなかったかもしれないわけですよね。だからある意味キングメーカーなんですよ、はい、はい、そしで次が1571年は延暦寺焼き討ちがありましたよね、はい、でその次にですね、1573年、天正元年、ここにもですね、ちょっといろいろあったんですけども、はい、これね、二条城包囲、これはまあこれは確か15代将軍ですね、義明ですね。で義明と対峙するして二条城を攻めるわけなんですけれども、この時にですね、まだ足利将軍も多少力がありまして、信長も手を焼くんですよね。そして、まあ、2回講和を試みるんですけども、うまくいかなかったんですよ、で3回目でこれ天皇の勅命が下りて和議が成立するんですね。だからその
信長も自分の力で行ったわけじゃないんですよね、うん、やっぱそういうですね、やっぱりそうなんです、やっぱり可愛がられたし金払いも良かったし、まあ可愛がられるっていうところもですね、うん、やっぱりなんか理屈ではない何かを感じていたのかもしれないんです。でここでね、ちょっと一応ちょっと脱線するかもしれないんですけども、あの信長と大井町天皇っていうのはもう犬猿の仲だったっていうのが戦後の歴史学の通説なんです、はあ、でこれはもうだってだどう見たって推し面じゃないですか、ね、面というか推し武将じゃないですか、ね、ここもうダメかもっていう時に助け舟を毎回出してるのが天皇なんですよ、ね、なのに戦後の歴史学はもうとにかく犬猿の仲だと、まあ、今日はあまりそこは深入りしないですけども、ね、とにかく織田信長は荻町天皇を辞めさせたくて上位しろ上位しろと言って不当な圧力をかけた、脅してたっていう、そうです、うん、で荻町天皇は辞めてたまるかと言って二人がもう、でしかもあの、馬揃いをして軍事的圧力をかけたとか、乱者隊切ったとかですね、もうとにかく織田信長というのは反天皇であり、で荻町天皇はそこと対峙した天皇なんだっていうのが戦後の通説になってるんですよ、やっぱね歴史学会ってやっぱ左翼的で、やっぱ天皇を貶めなんか天皇と敵対した人が多かったかのようにフィクションを作っちゃうんですよ。だどんなに仲のいい夫婦だってね、3ヶ月に1回半年に1回喧嘩して、その喧嘩のことだけ聞いたら、はい、どんな仲の悪い夫婦だと思うじゃないですか。だからもちろん荻町天皇とのあの信長も多少は意見の食い違いもあるし、天皇だって他のね、反信長とのつながりもあるわけですから、うん、そういうところを持ってきて、うん、あのさも仲が悪いかのように言われてきたんですけど、近年修正されてきてるんですね。そうですか、はい、で最近の若手の学者たちが、うん、いや違うだろうって言っていろんな証拠を出してきて、で今では通説が変わりつつあるんですね。その辺の評価に関しては私の書いた本、天皇の国史を、はい、天皇の国史を読んでいただくとつまびらかに分かるようになっております、はいはい、ちょっと話戻しますけども、だから決してその犬猿の中でも何でもなくてですね、いやむしろかなり強い友情で結ばれていたというふうに考えられます、そしてですから天皇は、はい、信長が勝つように祈り、そして助け、そして位を与え、そして信長はその天皇に応えていったわけですよね、うん、その答えがちゃんと答えていったからこそ次もまた助けてくれるっていうふうにつながってきたわけです、はい、そしてその後は長篠の戦いもありまして、1575年ですね、で次が石山本願寺、石山本願寺ともね大変な膠着状態で戦いになりましたけど、この時も大きましてるのなんですね。これも結局、まあ、石山本願寺本拠地が現在の、大阪城のところにいたわけですけども、反信長連合はもうだいぶ切り崩されてますので、この時は多少有利ではあったんですね、で石山本願寺としてもどっかで、引かなきゃいけないっていうのは分かってたんですけども、信長はあの退場しろと、つまり、現在の大阪城のところに石山本願寺があって、そこを退け、明け渡せっていうのを、まあ要求したんですけども、それだけは飲めないって石山側が堅くなに拒んでたんですね。ところが大井町天皇の勅命ってあの2つ具体的に書いてあって、1つは織田信長と和平を結びなさい、でもう1つはその場所を立ち退きなさいと、そこまで具体的に書いてるんですよね。完全にも信長に都合のようそうです、そうです、まあ、それで、ね、信長も勅命だと、これに反したら一直になるぞということでですね、やっぱり石山側はそれを飲むわけなんですよ、はい、まあ、それでもうあといよいよもう信長包囲網もまあ壊滅し、まあ、あとはもう間もなく天下統一というその矢先で、ね、本能寺の変に倒れてしまったということなんですけども、まああのそうですね、まあ総じて言うなれば、こういうことですね、いや今 NHK の大河ドラマ今真っ最中ですからね、この時期のね、まあ、なぜね信長がね天皇にここまで、助けられたかといったら答えはこれですね、はいさっきも今日はもうひらがなでいいやつとか可愛かったとか金はないだから
最初はいいやつから始まると思うんですね。金払いもいいし、で天皇の要求にも応えていって、この人だったらその近江心というね、初代、神武天皇から脈々と引き継がれてきた天皇が理想とする国家、これを建設できる、そういう人だというふうに思ったわけですね。でちゃんと与え答え与え答え、ね、でどっちが上下っていうよりも、なんかそういう双方がこう寄り添うようなね、やっぱりね可愛かったんだと思うんですよね。ここ重要ですよね、可愛げがあるかどうか、ね、だから字も可愛かったね。で今ちょうどねキリンが来るやってますけど、ちょっと私気になることあるんですけども、娘が時々見てるんですよ、4歳になったばかりの娘がね、そうするとですね、キリンが出てくると思ってるんですよ。でね、今更ねキリンが出てこないってちょっともう言えないんだよ。どっかでキリン出してくんないかな。あくまでね想像上のね霊獣ですからね。ちなみに、大河ドラマでは扇町天皇は、坂東玉三郎さんが演じられてるということで、これから本格的にね、ご登場シーンも増えると思いますけど、はい、でですね、最後の結論なんですけども、はい、今日のまとめです。大体よく言われているのはね、その織田信長がなんか戦国時代を終わらせたかのように言われてるんですけど、やっぱり違うんですよね。正しくはこちらになります、はい、ドン、扇町天皇が戦国時代を終わらせた。そうですね、やっぱりあの天皇の作り出す秩序っていうのはやっぱりすごいものがありまして、例えば幕末だってあの政局作り出したのは孝明天皇ですし、でもそれを教科書で書かないんですよね。やっぱ天皇を見ないと歴史の流れって分かんないと思うんですよ。だからこういうね、扇町天皇がこの政局をどう動かしていったかっていうところをですね見ていくと、非常に歴史の流れが分かるんじゃないかと思います。天皇の国史を読まればね。そうです。はい、タイトさんいかがでしたか。いや、いつもいつも勉強になります。ありがとうございます。それにしてもこの公開って扇町ってのはすごい読ませ方ですよね。そうそうそう。はい、というわけで、今回の先駆け武田塾、織田信長は天皇の推し武将だったというテーマでお送りしました。塾長ありがとうございました。ありがとうございました。扇町天皇注目ですね。はい、さあでは後半のニュース深入りに戻ってまいりたいと思いますが、武田さんいかがいたしましょうか。まずい、まずいとか言ってまずくないですよ、全然まずくないですよ。8番、8、こちらかしこまりました。ちょっと違うけど8番では、このニュースから後半まいりましょう。日米防衛トップが電話会談とありますが、深入りまいりましょう。共同通信によりますと、岸防衛大臣は14日アメリカのミラー国防長官代行と電話会談を行い、東シナ海、南シナ海で軍事的影響力を拡大する中国への懸念を表明しました。これは防衛省が明らかにしたもので、会談で岸大臣は中国の海洋進出に関し力を背景とした一方的な現状変更に反対だと明言しました。また岸大臣とミラー長官代行は沖縄県の尖閣諸島に関し、日本が有事の際にアメリカが日本を守るとする